速報、横浜鶴見駅近くで小6男児がトラックとの事故で多肥滅び。17日午後5時過ぎ、横浜市の JR 鶴見駅近くの信号のない交差点で、小学6年生の男子児童がトラックにはねられ死亡しました。警察は運転手を逮捕し、事故原因を調査中です。ニュースのリクエスト募集中です。取り上げてほしいニュースをコメントで教えてください。みんなの反応としては、運転手の注意不足や道路環境の問題を指摘する声が多いです。少数意見としては、運転手の年齢や運転適性の検査強化を求める声もあります。みんなの反応。この狭い日本、事故は避けられないけど、私も子供がいて、無事に帰ってくるか心配。反抗する時もあるけど、やっぱり可愛い。先日の北海道の女子高生の事故も親として本当に悲しい。命あって帰ってきてほしいと願ってたと思う。運転する人もスピードを出さず、周りに注意してほしい。地元民です。この事故現場から駅前周辺は通勤通学の歩行者が多いけど、横断歩道は2箇所しかなくて、歩行者が道路を横断することが多いんです。車が一方通行だから横断しやすいのも理由の一つですね。一方、車は負車分離構造や信号間の距離が長いせいでスピードが出やすいです。路中の隙間から人や自転車が飛び出してくることもあって、ヒヤリとすることもあります。どちらかが悪いという話ではなく、お互いの立場や考えを予見していれば、こういった悲劇は防げる可能性が高いです。警察の指導や啓発活動で人々の意識が変わることを願っています。普段通る道なんだけど、左側に時間制限の駐車区間があって、いつも車がたくさん止まってるんだよね。横断歩道の前後にも車が止まってて、見通しがすごく悪いんだ。通るときはいつも気を使うよ。ストリートビューで見てもらえばわかるけど、横断歩道の手前にダイヤマークがないんだ。多分もともと低速で走るから不要ってことなんだろうけど、専門家も適当なこと言わない方がいいと思うよ。信号のない横断歩道があったら、アクセルを離してしっかり観察するべきだよ。誰もいないと思っても急に人が出てくる可能性があるからね。それを予測して運転すれば、万が一事故が起きてもスピードが落ちてるわけ。怪我で済むかもしれない。超能力者じゃないから 100% 防ぐのは難しいけど、自転車の飛び出しが悪いっていうのは簡単だよね。でも横断歩道があってもスピードを全く緩めないのはどうかと思うよ。見えてないことを考えるのが免許持ちの責任だよ。親御さんは本当に悲しんでいると思います。信号のない横断歩道を自転車で渡るとき、歩行者と同じ感覚だと事故の原因になります。以前、東京から車で JR 鶴見駅まで行ったとき、運転していて怖い道がいくつかありました。歩行者も自転車も気をつけていても怖い瞬間があるんだろうなと思いました。年齢に関係なく、動体視力と反射能力の定期的な運転検査をもっと真面目にやるべきだと思う。基準が明確なら、免許剥奪されても文句は言えないし、事故防止にもなる。法改正が急務だよ。自動車運転不適合者を放置してるから事故が減らないんだ。少子化対策が重要なのに、高齢者が若者を引いてどうするんだ。真剣に考えてほしい。ご冥福をお祈りします。この手の事故は本当に切ないですね。うちの次男もスイミングに自転車で一人で行くことがあるので、他人事とは思えません。送り出したのに、そんなことを想像するだけで耐えられないです。親が送迎すべきと言われるかもしれないけど、ずっと送迎するのも大変だし、近所だし大丈夫だよねって思っちゃいます。遊びに行くときも四六時中ついていけないし、一緒に行くときは、ここで止まる右左見るスピードだし過ぎない、って口うるさく言ってます。でも、どんなに交通ルールを守っても、こういう事故が起きるのは本当に残念でやるせないです。トラックの運転手は会社の看板を背負って走ってるんだから、もっと気をつけて運転してほしいよね。でも、無謀な運転や配慮に欠けた運転をする人が多いんだよ。大きい車体で死角も多いことをちゃんと認識してほしい。事故を起こしても当然みたいな運転をしてる人もいるから、運転手の過失が大きい場合は会社名も公表して、業界全体で事故を減らす取り組みが必要だと思う。もちろん、日々荷物を届けてくれてることには感謝してるけど、荒い運転をするのはダンプや大型トラックが多いんだよね。逆に、マナーを守ってる運転手が万が一事故を起こした場合は、ちゃんと守れる体制があれば、しっかりした社員も増えると思うよ。この道はよく通るんだけど、駅前の一方通行の一車線で、
信号は事故現場からかなり手前に一つだけ。駅前まで信号がなくて通行量も多い。事故があった時間はバスもたくさん走っててスピードを出すのは難しいくらい。パーキングメーターもあって路上駐車の車も多いから慎重に走らなきゃいけない。道幅が狭いから歩行者も自然と目に入るし、多分トラックの運転手がよそ見なしてたんだろうね。トラック側の過失は大きいと思う。亡くなった方のご冥福を祈るとともに、同じ悲劇が繰り返されないようにこの事故を忘れないようにするよ。歩道では基本的に止まるべきだと思う。渡るかどうかわからない人がいたら一応止まるようにしてる。時間に焦ってるときは車に乗らないようにして、焦らないようにしてる。トラックは本当に怖い。子供の通学路に新しい道路ができるけど、トラックがたくさん通るから心配。信号が赤なのに歩道が青で突っ込む車もいる。青信号だけ見て歩き出す子供がいるのに、何度も危ない場面を見た。みんな気をつけて、譲り合いの気持ちで運転してほしい。職場の前に信号のない横断歩道があって、毎朝そこを渡るんだけど、止まってくれない車が多いんだよね。最近は歩行者優先の取り締まりが強化されてるからか、止まってくれる車も増えたけど、それでもスピード出して走り抜ける車も多い。スピードを緩めてくれれば渡れる距離でも、車が止まる気がないと渡るのは危険だし、急ブレーキで後続車に追突されるのも怖い。だから毎朝、いろんな車に念を送ってる。止まってくれた車にはお辞儀して渡るんだけどね。私の住む地域はそんな感じで、小中学生が行けると思って渡ると、車が止まらずに事故になる可能性もある。もっとゆとりのある運転をしないといけないなって思うよ。スピードを出さなければ事故のリスクは減るから、細道や通学路、信号なしの交差点ではゆっくり運転するようにしてるんだ。自分のためでもあり、周りの人のためでもあるしね。そもそも細道や通学路は 30km 制限だし、子供は予測不可能な動きをするって教習所で習ったよね。だから車は凶器だと認識して常に注意して運転しなきゃいけないんだよ。熊本でバイクに乗ってるんだけど、止まらない車が多すぎるんだよね。歩行者や自転車が横断しようとしてたら自分は必ず止まるけど、後ろの車がどんどん追い抜いていくんだ。先日はスマホを片手に持った若い女性ドライバーが、子供が渡り始めた瞬間に突っ込んできて、直前で急ブレーキかけてたよ。みんな、ひし形のマークがある信号機のない交差点あり、をちゃんと意識して、止まってほしいな。最近、悲しい事故が多くて胸が痛いです。お子さんがいる親御さんは心配ですよね。毎日習い事や通学に親がついていくのは難しいですから。ヘルメットの装着はもちろん、交差点や横断歩道では車が止まってから渡るのが安全です。電信柱や植え込みで見えにくいこともあるので、注意が必要です。時間に余裕を持つと気持ちにも余裕ができるので、早めに送り出すことも大切です。男の子のご冥福をお祈りします。うちの娘も4月に自転車で車にぶつかって意識不明の重体になり、今は後遺症のリハビリを頑張ってるんです。横断歩道を渡ってる時に高齢者の車が娘を引いたんだけど、その後も車から出てこなかったんです。見通しの良い広い道路なのに、なんで娘が見えなかったのか理解できません。こんな事故があると、亡くなった子やその親の気持ちを考えると本当に辛いです。少しでもこういう事故が減ることを祈ります。信号機のない横断歩道って本当に怖いよね。特に最近はひし形マークが出たらめっちゃ注意してる。歩行者や自転車が突然飛び出してくることも多いし、回避するにはかなり減速しないとダメだよ。横断歩道ね、うちの近くにもあるけど、止まってくれる車は増えたけど、まだ止まらない車も多いんだよね。片側で車が止まってくれても、反対車線は全然止まらないこともあって、車の流れが途切れるまで待たなきゃいけないこともあるんだ。内心モヤモヤするよね。でも信号がない横断歩道を歩く経験がある人って少ないから、車しか乗らない人にはこの気持ちがわからないのかも。やっぱり横断歩道ではちゃんと止まってほしいよね。この前、近所の公園の横を歩いてたら、ドッジボールが道路に飛んできて、子供がそれを追いかけて飛び出してきたんだ。幸い車は通ってなかったけど、その子は車道ギリギリで立ち止まった。教習所で見たビデオと同じシチュエーションでゾッとしたよ。今は車を持ってないけど、事故って本当に一瞬で起こるんだなって改めて思った。慣れた道でもかもしれない運転が大事だね。私も信号のない横断歩道で事故に遭ったことがあって、打撲程度だったけど本当に怖かったんです。運転手が人がいると思わなかったって言って、警察が横断歩道だぞ
って叱ってました。寒くて怖くて、犬も子供もいたから早く帰りたくて示談にしちゃったけど、それ以来信号のない横断歩道は車が止まるまで怖くて渡れません。亡くなられたお子様のご冥福をお祈りします。小学生が飛び出す可能性もあるから、横断歩道では誰もいなくても止まる意識で運転した方がいいよ。そうすると自然とスピードも出せなくなるしね。狭い路地で 50km/h くらいで走る車もよく見るけど、私は怖くてそんなスピード出せないな。最近はドラレコ映像がネットにたくさん上がってるから、それを見て事故のリスクをシミュレーションしておくと、普段の運転や緊急時の反応が変わってくると思うよ。当チャンネルの意見として、今回の事故は非常に悲しい出来事であり、運転者と歩行者の双方がより一層の注意を払う必要があると感じます。警察の指導や啓発活動を通じて、交通安全意識の向上が求められます。単語解説、丁字路は、道路が T 字型に交差する場所を指します。縦の道路が直進し、横の道路がその途中で交差する形状です。